うお、あ、パチンコ。パチプロ、パチプロの、いや真ん中のチャック開いてんの、これ大変だ、これやっております。おじさんじゃない、おばさんです。チャンネル登録お願いします。ただっていう、ほんと、あ、あった、当たりついたらこれ、これえーんとできるって素晴らしいな。だってね、当たり外れがあれなんで、設定がどうなって、今これやったかって、なんとも思わんわ。いやー懐かしいパチンコ台がありますね。フィーバー、ここら辺は多分、あ、これはね、なんかわかる。あ、これもう、はもう跳ね物っつったらこれでしょ。ビッグシューターじゃないの、これ三強のブルーエンジェルか。あー、やだ、スーパーコンビある、やば。難しいけど、釘めっちゃ開いてんじゃないのこれ。あの狙うところはここですね。こっから入れて、ここにあるクルーン、これ真ん中に入れると当たりでチューリップが開くっていうパティ。よし、え、これ動くん、え、ちょっと待って、動くんかな。あー、跳ね返れてんじゃないこれ。ちょっとこれ、これはやばいな。これもここに入れて、ここ回って真ん中ね。あ、これはいく。
これがね、なかなか入んないんだよ。あ、いたいたいた。よし、真ん中入ったら小当たりやで。あー、外れた。そう。あ、いたいた。お、おー、あいた。あらー。いやー、外れてる。台傾いてんじゃないの、これ。そう。すごい、2回転する。あ、こうかな。当たり。はい、はい。あ、当たった。あ、これか。懐かしい。あ、ミサイルって、ミサイルだね、ミサイル。で、こっちがスーパーコンビですよ、ミサイル。どっち行きだったっけな。はい、ブルーエンジェルね。これあのここ狙うところはここで、ここでチャッカー、これ1回羽物が開いて、ここ入れると2回開くんです。2回入れたらここから弾を入れて、この真ん中 V のところに入れるとアサリっていうやつですね。今2ラウンド目、これ8ラウンドまで出るってことだね。